疫病は私が退散させるあるよ。あ、違う、これ何人だっつうに。はい、すいません。えー、こんにちは。オッターバのプレゼンター、斎藤茂です。えー、もう少し安断定7月2日木曜日号でございます。えー、今日も番組をお聞きいただきましてありがとうございます。そして、オンデマンダーの皆さんは、これから番組を聞いてくださる前に、えー、今日の、まあ、安断定の聞きどころを。 ガイドさせていただくためにもう少し暗断ってスタートしております。今日もよろしくお願いいたします。えー、今日は放送した始まった直後に東京都の感染者が107名と急激に増えたことに関してやはり皆さんすごく動揺されて、えー、怖い心配だというメールを何つもいただきました。まあ、放送しないでくれというのはほとんどだったのでご紹介しませんでしたが、えー、ただ放送中にも申し上げましたがあの実は別に。 今週ににななってて急に感染者が増えてるわけじゃないんですね要は PCR 検査が大勢の人にどんどんこう検査ができるようになったということで、えー、まあ当然検査数が増えれば陽性の人も増えるっていうだけのことですつまり以前からたくさんもっともっと感染してしまった方はいたわけで、まあ、つまりはあまり状況は変わっていないと思った方がよろしいかと思います。 とにかく自分の体は自分で守る、それから、えー、不要不急の用事のない方は、ですね用事のない方、不要不急の用事の方は、あれ、不要不急の用事がない、えー、あれ、急いぐ用事のない方はですね、なるべく出歩かない、これは全く変わってないので、お互いにしっかりですね、ガードを固めて、そして免疫力を整えて、えー、頑張って乗り切ってまいりましょう。よろしくお願いします。 今日はまあ何といってもその、えー、疫病退散のですね妖怪アマビエと斎藤茂茂のコラボ、えー、キャラ「茂ビエ琉球クジラさんのもう会心の作」というか本当にありがとうございます。なんか昔こういう怪獣がいたような気もしましたけどちょっとよく覚えてないんですがまあ本当気に入りました。 これ T シャツ作ってきてたらあの病気にならないとかそういうのないのかなと思いましたけども本当にありがとうございますさあこれで金魚鉢アマビエとのコラボが進みました次は何か楽しみにしてます皆さんも考えてくださいえそして今日のまあ面白いメールばかりでしたけども少しご紹介すると今日は何と言ってもバズカットその後の速報 えバズカットっていうのは丸刈りのことを今風に言うとそういうあの表現なんだそうですけれどもえバズカットをイフ55さんは女性のイフ55さんはしたのかしなかったのかねこれあの今日のもう少しで、えー、動画あ動画じゃない画像を紹介しますって言ったけどちょっと明日にしました気が変わってまずはオンデマンド聞いてもらえればなというふうに思います。 それから本当に久しぶりのアリス・リホ、おっとっとちゃんからのメール。ちゃんって言っちゃ失礼で、もう社会人です、えー。よくメールをくださってた時は中学生だったんですけども、もう社会人になっておられて、えー、と本当にこう今までのね、こう10年間ぐらい、えー、あまりあの連絡をいただけなかった10年間をメールで振り返ってくれて、相変わらずナイスキャラクター、この人は。<laughs> メールをぜひ。 あのお聞きになってくださいそれから今日は、えー「免疫力を整えるアマデウス・モーツァルトで」でもう是非ご紹介したかったバイオリン競奏曲第4番「ヘニング・クラッケ・グードの」のもう「怪・クラッケ・ルードの」のほんに爽快な演奏で、えー、お聴き頂い,いてます。これも聴き物だと思います。はい、ということで、えー、オン・デマンダーの皆さんへのまあガイドになります。さあ、それでははここからは 昨日の妄想クイズの答え合わせというか、皆さんからどんな妄想が届いているかを紹介したいと思います。まず昨日のクイズ、クイズか出題。奈良ンチャさん、今週月曜日に奈良県の室尾山上公園芸術の森に行かれたんですね。これは昨日も見てもらいましたけど、本当に美しい。ほら、ねえ、もう一枚ぐらい。 いやーちょっともう、なんかこう、現実とは思えないぐらいの美しさ、またナランチャさんの多分写真の腕がね、素晴らしいんだと思うんですけどね、でここで彼は、素晴らしい音を取ってこられた、ね、素晴らしい音を取った、がしかし、というのがクイズでした。はいえー 耳を澄ますまでもなくあふれんばかりの鳥の鳴き声そしてそんな音を収録したものがこれですということで90秒の音を届けてくれました聞いていただくと分かるように最後の方でガチャガチャガチャと慌ただしく収録を止めていますさてどうして私はここで収録を止めてしまったんでしょうかヒントは音源の中に隠れていますまたその時私はかなり切羽詰まった状態でしたでは妄想よろしくお願いしますというのがクイズでしたね そして、えー、これちょっと聞いてもらおうかなほら <laughs> 本当に放送局とは思えないぐらいですねアナログなやり方でこの iPad のスピーカーをスマホにくっつけて今聞いてもらってますこれヒントのところまでいきましょうかね あ後半に入ります ああ分かりましたか何が起こったか妄想をしていただいてます大勢の方からいっぱい来て嬉しかったです今日は久しぶりに一番最初に送ってくれたのが「えー、優勝経験のある練馬姫」なんなんならん「難問も問難問ちゃらならんちゃ」ですが「<laughs> ならんちゃ」さんが突然録音をやめたのは誰かから電話がかかってきたんですよこれ正解もしかしたら鹿に襲われたかな <laughs> という妄想があのね練馬、奈良県だからどこにでも鹿はいると思わない方がいいです。あれは奈良公園にいるだけですよ。まあ、山の中にはいるかもしれない。ゆるりさん。奈、え、良、ー、んちゃさんの妄想問題の回答です。とても鳥の声が綺麗で森林浴をしているような気持ちになりました。さて問題の解答ですが。突然蜂が現れたたので逃げることとになっただと思いますんちゃさん 刺されなかったのでしょうか大丈夫ですかということですね。蜂ですね。これがゆるりさん。ゆりこメガネさん。ここは室尾山上公園芸術の森。とても気持ちの良い場所。軽く一杯やってまどろむ昼下がり。美しい緑の山々が目に入り、涼しい風が首筋を駆け抜ける。鳥のさえずりを録音しているうちにおのずと意識が遠のき。 うつらうつらするうちにズーいびきまで録音されたしまったと我に返ってスイッチを切った僕でしたなるほどあのブーンっていう音はあれはナランチャさんのいびきであるとすんごいいびき <laughs> ナランチャさん機械でできてんじゃねえかみたいなロボットかみたいないびきでしたね面白いですね妄想妄想入ってるトカゲ印のパーンさん鳥の鳴き声ボトという音といえば ナランチャさんに向けて鳥がフンをしたのではないかと推測しました。なるほど。えー、私も以前、鳥フン攻撃を受けたことがあって、ボトという音とともに、髪の毛白いコートにフンがついてしまったことを思い出しました。お食事中の方、申し訳ございません。斉藤さんが何か一曲歌ってくれますので、許してください。ボトはい。眠りの森のしげるさん、ナランチャさんクイズの回答。1。 奈良ということで気づかぬうちに鹿に囲まれていたとか <laughs> 2. 蜂が近寄ってきたとか 3. ゲリラ豪雨にあったとかこの辺りでしょうかこれ、ね、眠りの森のシーンですチェロヒキユコさんナランチャさんの恩恵撤収の理由蜂が飛んできたちゃう <laughs> ちゃうちゃう 本当に素敵なところなんです。そのうち、あ素敵なとこですね。そのうち行こうと。コロナ禍の間、関西の龍神を祀る神社巡りとして、無呂の龍珍、えー、神社や流血神社にご参拝しました。この辺、本当に空気が違うよ。別に霊感とかないけど、明らかに気が違うんです。皆様におすすめなんです。えー、これがチェロヒキューコさん。 でも奈良県って僕やっぱり同じこと感じる僕別にそんなにあの特別な霊能力みたいなものはないんですがやっぱり僕一番やっぱりね三輪大社から行った時に何かの力をものすごく感じたことがあってそれ以来本当に奈良の特にあの飛鳥の方はもう何度も行きましたけどもすごい気を感じたんですけどねきっとこの辺もすごいんだろうなと思いますはいありがとうございますみきママさん 昨日のナランチャさんクイズですが、よく聞くと、芝刈り機のようなブーンという音が聞こえました。なので、ナランチャさんがおられる場所にも芝刈り機が近づいてきて、慌てて録音をやめられたのではないでしょうか。<laughs> あれは芝刈り機の音である <laughs> すごいな <laughs> いびきとか芝刈り機とか。ノンパスさん、えー、昨日の問題ですが、鳥の鳴き声の中に動物の鳴き声が聞き取れました。牛か ヤギか豚か例えばその存在に気が付いてて慌ててしまったとか、ね、え私のクイズを取り上げてくださりありがとうございましたこれあの昨日ご紹介したねあのワインを2人で分けるってですね主人が1人で楽しんでいたオッターバを最近はクイズがきっかけとなり2人で楽しんでいますさまざまな回答に笑ったり拍手をしながら盛り上がってしまいました 思わずわあこの人の答えにシゲルン賞とかあげてほしいとかすっかり斉藤さんの側になってしまったって感じがありますね <laughs> はいありがとうございますもう一方、えー、フルートランアクラさんナランチャさんが急,んで急いで録音機をオフにした理由ですがどうも鳥,声鳥の鳴き声の中に一瞬オートバイのような音が聞こえたような気がしますということでスズメバチ もしくは大きな蜂が来襲した。あ、じゃスズメバチ、もしくは大きな蜂が襲来した。が理由でしょうか。フルトランアクラさん。さあ、いろいろ集まりましたが、ナランチャさんの正解をそれではここで発表します。皆さん、面白かったですね。まあ、蜂でしょそれから、えー、っと、ヤギ、豚、牛、それから、芝刈り機 えー、蜂でしょ、えー、鹿、蜂ゲリラ豪雨、鳥のふんぽと、居眠り、蜂鹿。<laughs> というとこですね。では回答いきましょう、答え。1分10秒を過ぎに 羽音が入ってるんですが3センチ以上もあるスズメバチに襲われてしまいました息を詰め足音を出さずにゆっくり急げの精神で逃げ出したのは言うまでもありませんということではい正解の方いらっしゃいましたねえー、まあいいか <laughs> 別にゆるりさん8それからえー、っと 眠りの森のしげるさん3つのうちの1つそれからチェルヒューコさんお見事でしたえー、っとあともうフルートランアクラさんこれはもうバッチリスズメバチということで、えー、素晴らしい正解でございますはいということでこれ面白かったですね妄想まあイマジネーションというか想像するっていうのの面白みはあるなと思ってなんだかあのこれ結構 オッターバンのリスナーの皆さんにはこのタイプがすごく合ってるなっていうふうに思いましたさあ今日はこの辺で失礼いたしますがあの明日はですねまあもちろんあの野球のユニフォームのレプリカを着て出てくるんですが、えー、今後のもう少しアンダンテについてですねどうやっていったらいいかっていう具体的なアイデアをいただければなと思いますでそれをまあその中のうちのねどれ,どれが正解っていうのはないので まあ、とりあえず1つ選ばせていただいて、まあ、それを皆さんに投げかける回にしたいと思いますので、えー、クイズならこんなクイズがいいんじゃないかクイズ以外にもこんなことできるんじゃないか、まあ、せっかく画像もついてますし、えー、とただやっぱりね音楽が使えないっていうのが最大の我々のというか皆さんにとってのやっぱりネックですよね。ねえー、ということでぜひ何をやったらいいか一緒に考えましょうよろしくお願いいたします。 それではもう少し暗談で今日はこれで失礼します最後までお付き合いいただきありがとうございました